サーキット走行を楽しむ上で重要なパーツ、トランスミッション。まずはノーマルを使いこなしてほしいが、さらなる高みを目指したい人にミッション交換で得られるメリットと流行り物の情報をお届けする。ドライバーに聞くレーシングミッションのすすめ。スーパーラップ請負人、レーシングマシンからチューンドカーまで知る男がレーシングミッションを語る。メリットはやはりシフト操作が早いので、タイムラグが削れるとか、それからギアが割とだいたいクロス風に組んであるね。ギア比が回転のドロップが少ないので、いいパワーバウンドをずっとキープできるというところがメリットなんですね。でドグミッションっていうのはだいたいエッジパターンだから、2速から3速、4速、5速とか、それをシフトミスをなくすためのアイテムとしてシーケンシャルという、あのダウンかアップかみたいなシーケンシャルミッションにすることによって、まあ、シフトミスはまずしなくなる。パドルシフトは、基本的にはシーケンシャルミッションのミッションを使って、それを、エアーでね、こうのスイッチでエアーでプションプションって変えていくんで、シフトミスもなければハンドルから手も離さないので、操作も楽になるというふうに、そんな風になってます。シーケンシャルミッションとパドルシフトの、メリット、そこの違いはね、シーケンシャルはやはりアクセルをだいたい緩めて入れる。もしここのシフトレバーのところにシフトカットっていうものを入れてれば、レバーを引っ張るだけでアクセルを入れたままこうバーンバーンと変えれるんだけど、まあ、大概の人はやはりこの自分でアクセルを緩めてシフトを変えるっていう作業になると思うんですよね。これがパドルシフトになると、まあ、絶対シフトカットっていうのが入ってるから、アクセルはフラットの、まあ、踏んだままシフトアップはこうやっていけばもういいので、アクセルを踏みっぱなしで変えれるっていうのは、ね、メリットは何かっていうと、スロットルボディのスロットルはもう開いたままなんで空気の流れを遮断しない。これがやっぱりこう一回閉じたりしてると、バタフライはこう開いてるのが一回こう閉まって、開いて閉まって開いてするので、そこら辺でもやっぱりその空気の導入 の量は変わってくると思うんですよね。なので一番偉いのは、パドルシフト、その次にシフトカット付きのシーケンシャルで、シーケンシャル、ドグ、ノーマルミッション系かな。まあ、タイムアップにはかなりの、効果をもたらしてくれるパーツだと思います。高いけど、下手したら車買えるけど。 D1 グランプリから流行りのレーシングミッションをご紹介。トヨタ製 V6 3.5 リッターエンジン搭載の AE86、 そのミッションは4速 H パターンの G フォースだ。ノーマルに比べていいところっていうのは、まずH パターンなんですけど、基本実際には N みたいにこれ1から22から3っていうのが斜めにいけるんですよね。で4で、この2から3っていうのが非常に速いシフトアップが可能ですね。すっごい使いやすいですよ。シフトミスはほぼないですね。これストロークが結構長いんですよ。だけど慣れれば、まあ、本当にクラッチ切らなくていいと思うし、なんか G ホースはちょっとなんかアメリカ長いストローク、でも慣れれば本当にドーンってすごい入れ方してると思います。本当に無駄のないもう投げ込めるし、だからすごくいいと思います。トラブルがないのがまず一番かなと。ナスカとかは使われてるんですよね、はい、あとなんか、いやなんかね、バックギアがめちゃめちゃ硬いんです。これ下に下げるんですけど、これがめっちゃバネが硬くて、日本人とか俺力がないから多分こう最初プルプルしながらこう下に下げれないんですよ。なかなか下げて奥入れるんですけど、それぐらい。2JZ3.4 リッターエンジン搭載の S2000、 そのミッションは超軽量シーケンシャルの TTI だ。まあ、ストロークがこう長いんで、まあ、ちょっとね、場所がいつもやりたいところじゃないんですけど、実際すごくスムーズに軽く入る。もう本当に
コンコンコンっていう感じで本当にあの分かりやすく、しかも別にね抜けたりもしなくて、すごくあの本当にミスが少ない。とにかく本当にシフトフィーリングすごく、もうダメなところがない。今のところトラブルもないし、タイムってすごくねあの出そうとするとミスが増えるんだけど、やっぱりアイパターンでねミスらないよね。僕らもミスりたくないからやっぱりアイパターン入れてるし、グリップにも絶対にこれは入れた方がいいと思う。ホリンジャーと比べてこの辺が違うとかっていうのは、やっぱりねホリンジャーよりやっぱりシフトフィーリングがもう本当にガンガンっていう感じじゃなくて、コンコンコンって入ってくるから、自分が力入れなくても運転できるし、常にあの何リラックスしてできる。本当にあの何ストレスがない、うん、あのねこのミッションなんかこれ見ると3つあるんだけど、これはまあおなじみのサイドブレーキで、これシフトでしょ、これ何分かる、これねバットだからね、これまあ今1なんだよ、0にして1にしてバック入んないのね、ニュートラルだと、はい、こういう感じでもう壊れないから、一速入ってれば絶対バック入れれないし、だからもう間違えて壊すことはないと思う。だからこれはもう非常にまあ便利、壊さなくて済む。タイムに直結する重要パーツ、皆さんご一行あれ。